ビスカイバスは、スペインバスク州ビスカヤ県で運行されている路線バスである。名称は県名に由来している。イメージカラーの黄色で他社と区別される。クレディトランスが使用できる。ビスカイバスは、ビスカヤ県で輸送サービスを行ういくつかの企業の集合体であり、特サ、カブ、ペサ、エンカルタシオネス、バスク鉄道、アドノル、アウトブセスデルフアなどが含まれる。 ビスカヤ県などから資金が提供され、約100路線が運行されている。いくつかの路線は、季節運行であり、例えば夏季の未海岸地域で運行される路線がある。ビスカイバスに参加する企業は年々増加している。2002年には、バスク鉄道のバス部門が参加し、2005年には、アドノルが参加し、2006年には、アウトブセスデルフアが参加した。2006年には、 ビルバオとカストロールディアレスを結んでいた路線がビスカイバスから除外された。この路線には完全にビスカヤ県が資金を提供していたがカストロールディアレスはバスク州ではなくカンタブリア州に属する自治体であることが問題視された。ビスカイバスは約100路線を運行しており路線番号は地域ごとに決まりを持っている。ウリベコスタの路線は21で始まり バスク大学行きの路線は23で始まり、ビルバオ都市圏西側の路線は31で始まり、ビルバオ都市圏東側の路線は34で始まり、ネルビオンは36で始まり、エンカルタシオネスは33で始まる。カブによって運行される路線は35で、ペサによって運行される路線は39で始まる。2007年の乗客数は約3000万人であり、 前年より6%減少した。ビルバオ都市圏の西側を通るメトロビルバオの延伸によって、2002年以降のビスカイバスの乗客数は緩やかに減少している。2005年にはメトロがセスタオまで、2007年にはポルトゥガレでまで延伸され、やはりビスカイバスの乗客数に影響を与えた。ありがとうございます。